皆さんこんにちは、ゆきです。 IS8 快速&少人数クリア参考で見ていきます。威嚇テキサスは快速用、周回速度を気にしないなら別の差し込みで代用可能です。別の差し込みというのは、まあ、それぞれ皆さん育成しているオペレーターとか連動が違うと思うので、まあ、誰々でできるっていうふうには書いてないんですが、まあ、高速再配置とか、まあ、あと高速再配置じゃなくても、まあ、例えば、まあ、切り込み役の前衛スカジとか、まあ、そういうオペレーターでも代用は可能なんですが、まあ、その分高速再配置じゃなかったりすると、まあ、複数入れたりしないといけなかったりするので、まあ、編成の人数が増えてもいいという方は、まあ、いろいろアレンジしてみてください。基本的な形はエイヤ、イフリータ、マドロックの置くだけ簡単攻略ですね。まあ、それに周回速度を速めるために威嚇テキサスを使いました。周回速度を気にしないなら威嚇テキサスの、まあ、瞬間火力っていうのは、まあ、必須なステージ、まあ、そういう難易度ではないので、まあ、いろいろね使えるオペレーター使ってもらって、まあ、注意すべき敵というか、まあ、こんな感じで 1,2 って書いてるんですが、ここで敵を倒しておくと周回速度は結構速くなります。遅いんですよね。このもうちょっとで出てくる、まあ、おじさんが4人ぐらい出てくるんですけど、これを待ってると、まあ、時間がかかってちょっとめんどくさいので、まあ、それを先に倒してるっていう感じですね。もうちょっとで出てきます。ここですね、まあ、ここで出てくる左下と右下の、まあ、おじさんを、もうこの端っこのおじさんが歩いてくるの遅いんでね、まあ、こんな感じであらかじめ倒しておきます。まあ、テキサスの S2 使ってるんですが、まあ、S3 でもいいかなと思います。まあ、ただちょっと倒す速度が違ってきたりするので、まあ、その辺はね調整お願いします。この攻略動画は、まあ、私が実際に周回していた攻略法ですね。それでは次は IS9 で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。皆さんこんにちは、ゆきです。 IS9 快速&少人数のクリア参考例です。威嚇テキサスは快速用、周回速度を気にしないなら別の差し込みで代用可能になっております。威嚇テキサスを差し込むタイミングっていうのは、まあ、すごく分かりやすくて、ゲージがマックスになった時にバーコードおじさんが出てきますよね。まあ、そのバーコードおじさんを素早く処理するために威嚇テキサスを使います。なので、まあ、素早く倒さなくていいっていう方は、まあ、ヒーラー入れるとか、まああと別の交代役の重装入れるとか、まあ、それか他の高速再配置で対応するとか、まああとサリアの後ろに無理のあるとか置いて賃金算するとか、もう本当にいろいろあります。まあ、スルトで焼くとか、まあいろいろあるのでね、いろいろやってみてください。ここですね、まあ、ここのバーコードおじさん強いし、まあ、耐久するのもめんどくさいので素早く処理、処理したら撤退。次は左上からアイマスク神父が出てくるので、まあ、このアイマスク神父をまあ放置しておくと、まあ、弾薬を10発持ってたり、あとフィールドにいる間、まあ、ゲージがね、まあ、ちょっとずつ上昇していったりするので、まあ、このアイマスク神父が動いたらエクシアを配置します。 S3 特化さんのタイミングで、まあ、大体この動いた時にこういう風に配置すると、まあ、ちょうど倒すことができます。まあ、ここでね S3 発動で倒すという流れですね。次は最後またゲージがマックスになった時にバーコードおじさんが出てくるので、まあ、そのバーコードおじさん、まあ、結構強いので素早く処理してしまうと。こうですね。威嚇テキサス持っていないっていう方は初めに話しましたが、いろいろアレンジできますので、いろいろね試してみてください。それでは次はボスステージ IS10 で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。皆さんこんにちは、おゆきです。 IS10 快速&少人数置くだけ簡単攻略見ていきましょう。
この動画は置くだけ簡単攻略になっているので、オペレーターを順番に配置したら操作終了になります。このステージのボスは第1形態から再生形態、再生形態終わって第2形態っていう風に移行していきます。形態ごとにやってくることとかが変化して、まあ、あとスキルでゲージをまあ一気に増やしてきたり、味方オペレーターの攻撃速度を下げてきたりするんですが、この動画はボスのギミックを熟知していなくてもクリアできるっていうのがコンセプトになっているので、最低限でもボスのギミック知りたいっていう方はゲーム内の紹介文読むか、もっとちゃんと知りたいって方はウィキなんかを参考にしてみてください。もうすでに操作っていうのは終了しているんですが、攻略のポイントとしては、このボス第一形態は近接攻撃しかしてこなくて、受ける物理術ダメージ 30% 軽減とか持っているんですが、まあ、これ離れたところからエイヤとかイフリータ使って耐性を下げつつ、まあ、火力を与えていく。で、今は第一形態終わって第二形態に移行中なんですが、第二形態になると攻撃力上昇して、まあ、攻撃間隔も速くなって、そして自身の半径 1.5 マス内の味方ユニットの攻撃速度を下げてきたりします、まあ、なので、まあ、こんな感じでね、離れたところでダメージを与えるっていうのが攻略ポイントですかね。第2形態になると、まあ、遠距離攻撃もしてくるんですが、まあ、結構このエイヤとイフリータが離れているので、まあ、攻撃が当たらずにっていう感じですね。もうボス死んじゃいましたけど、簡単にブロックできてしまうボスっていうのは、まあ、比較的難易度低めに設定されているのかなっていうイメージですね。まあ、やっぱりブロックできないボスとか、まあ、あとブロックしても即死級の攻撃をしてくるボス、まあ、例えば11章のボスとかですね、まあ、ああいうのは結構ね対策しないと難しかったりするんですが、まあ、今回ね1周目のステージに関してはそこまでの難易度はないと思います。では IS10 置くだけ簡単攻略のクリア参考で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。